くです。ゆずきです。今日は一般のシングルマザーのお二人に来ていただきました。イエーイ。イエーイ。それでは、どうぞ。自己紹介をまずはしていただきたいと思います。レオンです。21歳で息子が4歳になります。アイカです。24歳で2歳の女の子がいます。早速なんですけど、ちょっといろいろ質問をしていってもいいですか？子供が1歳過ぎてから離婚したね。多分18とかだと思います。18歳めっちゃ若いよね。高1の春に妊娠して冬に生まれた感じです。やばい、今はそうなんですよ。信じられない。レッキーは3年ぐらいですかね。じゃ結構もう新ママ歴長いよね。長い。私は本当に新ママの新米なんですけど、2週間前ちょっと1月末ぐらいに離婚をして、離婚が決まってたのはもう秋ぐらいなんですけど、シングルマザー成り立てほやほや。いや、わからないです。わからないです。ありがとうございます。模索しながらやっていく期間が始まるなって感じです。あ、確かに。確かに。私たちはクラブ目の前にいて、後ろ姿でかっこいいって思ったんですよ。後ろ姿でかっこいいって思って、そしたらインスタを向こう前から知ったみたいで、その後に連絡先とか取ることもなく、格闘技の試合で再会して、すごい。で、次は連絡先取ろうかって交換したのが初めてです。どんな出会いだったんですか？私は地元のなんか運動会みたいなのあるじゃないですか。あ、バザーみたいな感じ。地区でバザーみたいな。その時は向こうが見かけただけだったらしいんですけど、また別の地元の次祭りで私が友達といて、向こうも後輩か誰かといて、なるほど、ね、その時に話しかけられてみたいな感じで。結婚生活は2年半、2年3ヶ月。なるほどなるほど。私たちが国際結婚になって、で私が国籍海外なので、結婚するタイミングが普通の人よりも時間がかかってしまったり、結構大変でした。トータルで1年半ぐらいなんですけど、でも半年ぐらいはもう別居してて、本当結婚生活ってなると多分1年くらい。結婚記念日の日に離婚を考えました。ママ家のこと唯一感謝できるのが結婚記念日だと思って、奥さんに対してそれを台無しにされた時に、何のために私ってなった時に、また別の県でも喧嘩したんですけど、それにもきっかけで、で、その時に決意しました。記念日とかは大事にしますよ。してほしい。そこだけはしっかりしてよ。してほしい。わかる。記念日にトラブル持ってこないでほしいですね。ということで言うと、新しく女ができてて、なるほど。免許がなかった相手が合宿行かせたんですよ、早いからっていうのに。そしたら、女を作って帰ってきて、合宿免許だよ。それが帰ってきた日に分かったんですよ。その日に家を出てって、もうそれっきり会ってない感じです。ミクという時に。離婚理由は積み重ねなんですけど、いろんなことで揉めてて、結構お金の問題もあって、あとはまあゲーム、そこで出会った女性と会おうとしてたとか、浮気系で言ったら産後里帰りして収録が朝6時ぐらいとか。養育費はもらう話で話してるんですけど、昼間ちょうど先月仕事を辞めたんですね。で、学生になって資格の勉強中で、夜はバーをやってる。で、自分で経営してないんですけど、収入は夜のバーの給料ぐらいかなって今は思います。私はヘル職はアパレルで、夜、居酒屋なんかいろいろ
その後終わったら。そうなんだ。週末夜仕事があるので、その時はパパに夜だけ預けるねー。だからどこまで続くかわかんないけど、ちょっと難しいとこありますね。なんかいい関係築いてて、半年後にはそれがどうなってるかわかんない。私はさっきの話もあるんですけど、合宿から帰ってきて、その次の日に私と子供で家出てって、もうそっからずっと今まで合わせてないの。連絡先とか何にも知らない。何にも知らない。向こうわかんないですけど、私はもう全部着去とか動画とか全部して、もう SNS 系も全部ブロックして。で、どうやってきたか。そう、まさか。とりあえず早く縁切りたくない。でもその気持ちもめっちゃ分かる。ゆずくんは予約費とかもらってるわけじゃないんですけど、月に2回ぐらいたまに合わせてます。私は離婚してから今3年目で1回だけ合わせました。1回だけ今後はどうしていくの？考えたことないです。意思が出てきた時に考えようかなって。会いたいって言われたら合わせるし、あっちに家族ができた時とかにちゃんとけじめをつけようかなとか。そう、なんか彼ができた時にどういう風にするのかとか。ああ確かに。もし彼ができたらどういう風にパパと彼氏に伝えるのかみたいなのは考えたことあるし。年によるよね、年齢。確かに、子供も。恋愛はぶっちゃけしてなくて、なんかまだほやほやなんで、あと資格の勉強だったりとか、そういう人がなんか後に現れてきたらいいなって思ってる感じです。恋愛ですよ。そう、1年ぐらいしてなくて、1年前に1年ぐらい付き合ってた彼がいたんですけど。子供がいるとやっぱ将来のこと考えちゃうから、その将来のことまで考えられるような人がなかなかいなくて、彼氏としたら多分いい人なんだろうなみたいな。パパって考えたら違うかなみたいな、なんか違うかなみたいな。今女性に噛まれたからには結婚再結婚離婚再婚のフルコースを楽しみたいです。ここまでいっちゃうと、ちゃんとそのフルコースを楽しんだ状態で、余韻としては幸せ。そうですね。2回目の離婚はもう多分考えないと思う。再婚しよう逆に。ちなみに二人は今恋愛は？恋愛はしてないですね。その時間を使ったらパンクしちゃうというか、今は考えられないなって感じ。支えてくれるっていう人がいればいいなみたいな感じ。わかるそれ。ミクさんは？ミクさんはミクさんはないですよね。最近そういうまああってお別れしたんで、今ないかなみたいな。カップルとしてのデートはできないよっていう前提で、3人でその共有してて、距離感があった時に多分初めて。最高考えるかなとか。確かに、私も同じ感じなんですけど、なんかとりあえず子供のことを第一に考えてほしい人じゃないと本当に無理で、でもそれこそそれを言うと子供大好きだよとか最初言ってますから、口だけではどうでも言えるから。子供好きだから危ないです。何でも言えると思うので、行動で見るようにしてます。ママのその一日のスケジュールっていうのを一回考えてみたら分かるから、でもそういうのを理解しようとしてる人、子供との時間を奪わないような人がいいなっていうか。難しいと思うんですけど、男性ってなんか自分が一番ってやっぱ どうしてもなっちゃうと生き物がそうやから、どこまでやっそうしてくれるか、そこで愛情感じたらこっちも愛情感じるし、じゃないと恋愛が発展しないからと思います。質問が終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃぶっちゃけてもらった。楽しかった。いかがでした？初めてのあれでとても緊張したんですけど、全然情報がない中で共感できる部分と参考になる部分がたくさんあったので、これから頑張っていきたいなって思います。頑張ろう。ありがとうございます。私もめちゃくちゃ緊張したんですけど、周りに
ママがあんまりないから、うん、そのさっきの話せて、なんかすごい一緒だわってなんか安心しました。すごい楽しかったです。ということで、今日も動画を見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。せーの、バイバーイ。